第2セットです。石川のサーブがアウトになります。セット取りましたけれども、うん、中央大学やっぱりミスが非常に多くて、ミスの5、6ポイントっていうのはもうちょっと楽に勝てたのかなっていうのが多少あります。だから東海としてはそこをチャンスなので、うん、付き合わずやっぱり攻めていく。だからちょっとサーブがね必要なんですよね。そうですね。このように入ってしまうとコンビ中大の方は非常にレセプション良かったので、はい、コンビ非常にミスも多かったですけど使えましたよね。そうですね。それによって東海のブロックがマークしにくかったので、うん、この辺はちょっと絞っていかないといけないです。逆に東海の方がそのセンターがね使えなかったと言いましょうか、はい、決められなかった大セットですよね。神谷選手は打っていないのかな、決まってないのかな、で小野寺選手もやっぱりポイントしていなくないので、この辺がね1本2本決まってくるとまたちょっと今サイドで点数取れてますけど、はい、もうちょっとバックアタック含めてね楽になってきますのでね。そうですね。力強く打っていきます竹地です。まあ、松永監督も途中からキャプテンを任されることになった竹地が一番このチームの中で今年苦労しただろうなというふうに1年を振り返りました。バックアタックブロックワンタッチを取っています。判断良かったですね。踏み込んでいく途中まででちょっとベストな感じで打てないというのが空中で分かりましたので、はい、当ててって、ね、利用しましたね。ちょっとしたやっぱり彼がより大きくなるために、うん、そういう余裕が、ね、生まれてくるともう伸びしろ伸び幅、はい、多分日本一持ってるね大学一選手なの で、ね、いろんな勝ったり負けたりありますけど、うん、どんどん順調に育ってるなと思います。この大竹のサーブはネットにかかりました。これはレセプション乱れている。バックアタック、これもフェイントのところをブロック。タッチネットがありましたか。ポイントは中央大学4対3です。ここ東海ちょっとね苦しいローテーションなので、はい、1本で決めていきたいですね。竹地のサーブが崩す。チャンスボールは中央大学。18番水野、まず1本目のサーブでしっかり崩したっていうのは大きかったですね。ここだからやっぱコンビ使えるね、最低限しっかりレセプション欲しいですね、はい、アウトになりました。東海少し助かったかもしれません。さあなんとかサーブである程度見出し崩してブロックでちょっとワンタッチからね自分たちの攻撃持っていきたいですよね、はい、ブロックはフォローできない。こういったところ1本上がるとね、そうですね、変わってくるんでしょうけどね。もうとにかく1点のボール、これに必死に食らいついて、そして泥臭く全員でやるのが東海のバレーなんだというふうに小澤監督、まあ、去年まで率いていた積山監督から引き継いだものとして挙げています。入っています。宮原が決めています。ここは一つブレイクをしてまず追いついておきたい。エーロのサーブ、あーっとネットにかけてしまいました。さあ切り替えたいですね、1回でね。山下のサーブです。ブロック、これはアウトになりました。点差です。一枚で止めた小野寺。さあ
この辺りからねちょっと乗っていきたいですよね。今もちゃんとマークしてましたよね。もう1本欲しいですね。はい、バレーボールの流れを変える一つのプレーっていうのはこのねブロックっていうのがあるんですね。それがつながりません。ちょっとまだねこういうミスどうしても私は失点からっていうのを見方をしがちなんですけれども、はい、それあると本当に目に見えないところでのリズムっていうのも、ね、取りにくくなってしまうのでね、中大がミスしてくれている分東海は本当には乗っていかなきゃいけないのでね、はい、なんかきっかけ欲しいですね。そうですね。石川のサーブがアウトになりました。今度は小野寺のサーブ、東海大学。さあこれはアウトです。素晴らしいバックアタックですよ ね、コンビ的にもね、トスも良かったですよ。はい、まあ、そして決めるべく人が決めてくるとまたバレーボールの流れは変わってきます。拾われている。わあ、ブロック、ブロックで出た。ナイスブロック。はい、水野のブロックです。右手一本、うん、もう一番ね最高の今リベロ入ってない状況ではただ一人の来年残る選手ですから、はい、そうですね。そういった意味でいい環境、素晴らしいところでね成長してほしいですよ。ネット上連打をした、拾っている。大竹がもうステップ切る一本だけ切って、はい、この辺がねやっぱりパワーあるゆえの一番の武器だったりもしますよね。そうですね。ちょっと笑顔も出ていました大竹。ネットにかかります。平田のサーブ、11対9です。中央大学がリード。これもアウトです。ここでしょうね今日のねこれまでの流れっていうのはね。そうですね、もう中央がミスしてくれたものをちゃんと東海もミスでお返ししてる感じがありますからねそうなんですね。だからちょっとラッキー的な要素になってないのでね、あーっとアウトポジション。ここで小澤監督がタイムアウトを取ります。取ったらしっかり出そうや。はい、これでしょ。ゾン、まあ、1点取りに行くぞという声も聞こえました。みんなの、うん、切り替えなきゃ分かってるっていうのはねありながらもちょっとまだね乗れてないところがねもどかしいですよね、この時間帯。そうですよね。多分セッター的にも、うん、エイド選手的にもちょっとミドル機能しないでバックアタックの絡みとかもね、はい、なかなかまだ来てないでしょうね、しっくりね。そうでしょうね。ツーで落としていきました。ネットに近いところだったんですがワンハンドトスではなく自ら落としていきました、はい、この高さとね、うん、91ですか、やっぱりここまで大きい大型セッターっていうのは、はい、日本としても本当に期待している選手ですよ。そうですね、入っています。バケツのスパイク決まっています。14対10。石原さん、はい、中央の先ほどのベンチなんですけれども、選手同士で笑顔で声を掛け合っている様子でした、うん、得点差をつけていこう、そしてですね大竹選手明日ドイツに帰るんだからっていう風な声も出ていました。はい、そうですね、本当にこのインカレのためにという部分もあって
大竹そして石川チームに再合流をしました。本当にね試合翌日もすぐということで、はい、彼自身もね、先ほども言ったんですけどこの今日負けてね、はい、日本に忘れ物をすると自分が後悔する、ドイツに行きたくなくなってしまうと、はい、だからそういった意味では勝たなくてはいけないというね、強い思いがありますよ、そうですね、東海大学は佐藤がサーバーとして出てきました。石川が1本で切ります。東海の方のブロックは2枚突きに行ったんですが、破られました。どうしても手の出し方タイミングというのはもう一度確認はしたいですよね、当たったボールによってなかなか次につながりにくいですね。これはブロックフォロー、バックアタックを使っていきますが、ここはブロック、しかしアウトになりました。水野のサーブ、まっすぐ抜いてきました、ワンタッチがあります。ナイスプレー、新井が決めています。16対12、なりますよね、どうしてもクイック、今日全く通ってないので、はい、アウトです。ワンタッチはありません。1枚だったんですけどずっと狙いすぎましたね、そうですね、これで、東海大学は2度目のタイムアウトです。攻め続け、攻め続け、絶対逃げない、跳ね返ったらみんなに拾ってもう一回やる、何かも何かも決まるまでやろう、はい、ゾーン、この第2セットも6ポイントの差をつけられました東海大学、まあ、時折こう触れていただいていますけれども、センターのプレイヤーがなかなか出てきませんね。そうですね、攻撃でのポイントをまだ1点も取れてないと思いますので、そこが本当にまず欲しいというのと、まあ、サイドで切れてますけれども、はい、やっぱり連続になるとブロックマークされやすいのでね、このサイドに振っていきます。石川が上げて大竹、ブロックフォローは竹地2年生でつないでいきました。最後4年生平田、ここもちょっとリスクあってもやっぱり使っていけますよね、そうすることによって、ま、他のパターンも出てきますので、はい、19点目が中央に入っています。このワンハンドのトスはホールディングを取られます、ヘルドボールを取られます。さあレセプションですね、まずね、入れて小野寺選手で、ね、1本決まるとまた、ね、変わるんですけれども、そうですよね、ここもサイドに振ります。つないでいます、これは2段のトス、あっとネット近いぞ、最後は大